はい、曲げ切るシーンですけど、すごい小さい刀です。でね、多分ね、この小さい刀だけがこの村にあるですね、この国にあるですね、鉄なんですね。で、この鉄以外は、おそらく彼らはですね、石器文化と青銅文化のちょうど間ぐらいです。だから、足高が後に旅に持っていく大きい刀みたいに見えるもの、あと女の子たちが持っている、たたり神と戦おうとした時に抜いた大きい刀みたいに見えるやつは全部三刀と言われるですね、山の中を歩く時に邪魔なツタをこう払うための、まあ、杖のような刀のような間みたいなものなんですね。青銅文化でしかない。鉄っていうのはもうごく小さいものしか持ってないと。なんでかっていうと、鉄を村人もみんなが刀ぐらいのサイズで持ってるような膨大な鉄を作ったらですね、あの近くに森なんか残ってるはずがないんですね。鉄っていうのはそれを作るために、なんだろうな、5トンの鉄を作るのに山一つなくなるっていうふうに言う、山一つなくなるっていうふうに言われるぐらい、木を切らないとできないもんなんですよ。なので、まあ、彼らが住んでる場所からすると、鉄っていうのはたまに作って、砂鉄をですね、低い温度で何とか溶かして形にして研ぎ出してこんな形にしたんだろうというような、まあそういう文明だと思ってください。で、曲げを落とします。曲げを落とすのはですね、一族でなくなる。一族でなくなる。この足高彦の王国のですね、国の人間でなくなってしまう。イコール、二度と帰れない。二度と帰れない。という意味なんですね。で、なんでこれこういうふうなことをさせてるのか。ヒー様が説明します。ヒー様、表情込みで、まあ、見てください。西の国で何か不吉なことが起こっている。その地に赴き、曇りのない眼で物事を見定めるなら、あるいはその呪いを断つ道が見つかるかもしれん。というふうに言います。この言葉を聞いて、足高はなんか西に行こうと決意して、同時に僕ら観客もですね、なんとなくそれで納得させられるとか、騙されるんですね。騙されるんですね。なんで足高はそもそも村を去らなければいけないのか。なんで、ヒー様は西に行かせようとしてるのか。いや、呪いを解く方法が見つかるかもしれんって言ってるんですけど、それ何の根拠よというかですね、どういう理由だと思うんですけども、これね、この映画の最初の大事なポイントなんです。足高は呪いを受けて、右腕にあざができて、そのうち死んでしまう。この毒が骨にまで待って死んでしまうと。この死から逃れるために西に旅をするというふうな、ストーリー展開だというふうに僕ら思わされてるんですね。今まで思わされてるんですけども。そもそも追放する必要ないです。だって、たたり神がいたところには、なんだろうな、塚を築いてちゃんとお祭りしますというふうに言ってますから。いやいや、そんなことはない。あの怪物は死ぬとき言ったじゃないか。その後も呪ってやるっていうふうに言ったじゃないかと思うかもわかんないんですけども。ところがですね、この映画の中で、いろんな神様、犬の神様、山犬とか犬神とかですね、あとイノシシの神様とか他に出てくるんですけども、死んだ後で祟った神様、どれ一つしてないんですよ。この映画の中に出てくる神様っていうのは、すごい巨大な力を持ってて、体も大きいんですけど、それだけなんですね。超常現象みたいなものは一切使えない。テレパシーみたいなものも使えないしですね。まあ、獅子神だけが唯一ちょっと不思議な力を持ってるんですけども、そんなもの持ってるはずがないんですよね。だから死んだ古代の神から呪いを受ける描写なんて一つもないので、おっこと主もモロもこの映画の中で死にますけどもですね、死んだらそれっきりです。死後の世界っていうのはですね、死後の呪いっていうのはこの世界にないです。じゃあなぜ追放したのかって言ったら、これはもうこの人のポーカーフェイスそのものなんですね。ヒー様が追放したいからなんですよ。なんでポーカーフェイスで語っているのかっていうのは、演技してるからですね。村人も足高もですね、気がついてないんですけども、ヒー様の心の中だけに理由があります。何かというと、足高の呪いの正体というのはですね、死ぬことじゃないんですよね。足高がたたり神になるからなんですよ。足高はこれからゆっくりたたり神になっていくんですね。さっき村を襲ってきた怪物と同じように、自分の運命を呪って、自分の痛みというのにだんだん耐え難くなって、一番最初は多分襲ってきたイノシシも理性で抑えてたんですけど、徐々にたたり神になってしまったのと同じように、明日からたたり神、次のたたり神っていうのを受けてしまったんですね。だから、明日からこの後ですね、戦争に巻き込まれ、戦に巻き込まれた時に矢をつがえてパーンと撃っただけで、相手のですね、なんだろうな、侍の腕ごとバーンと両腕を落とすんですよね。で、次の矢が相手の首をポーンと切るんですよ。明日から自身も驚く。なんでかっていうと、彼にはそういう、
パワーがもう与えられてるからですね。もう与えられてるからですね。聖なるパワーであると同時に呪いのパワーなんです。呪いのパワーは明日こう死へと苦しみへと誘って、そして聖なるパワーは彼の力をどん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 無限大に膨らませていくんですね。なのでそのアシタカが後にですね、そのタタラバというところに行ってですね、なんか桟を担いでどいてくれ俺は行くんだという時に、何十人もかからないと、何十人もかかってやっと持ち上げられるようなですね、木の巨大な扉を一人で手で持ってぐっと、やっぱ右手なんですよ、右手だけで押し広げていくシーンがあるんですよ。これも何かっていうと、アシタカの中で怒りとか悲しみとか不条理なものへの何かが吹き出すと無限のパワーが出てくるんですね。で、僕らその無限のパワーがアシタカのある程度意のままになるシーンしか見てないので、なんかこうそんなもんかって思ってるんですけど、あれはどん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 アシタカが怪物になっていく途中だけを描いてるんですね。怪物になっていく途中だけを描いてるんですね。だからこの映画っていうのは実は最後にアシタカがタタリアンになってしまうのか、それとも人間のまま生きていけるのかっていう、もう一つのその地下構造としての葛藤というのが仕組まれてるんですけど、なかなかわからない。やっぱ僕わからなくなっちゃった理由の一つは、タイトルをもののけ姫にしちゃったことだと思うんですよ。なので恋愛ものに見えちゃうんですよ。違うんです。あれはアシタカ伝説なんですよ。アシタカ伝説なんですよ。アシタカ戦記っていうアシタカ伝説なので、アシタカの心の中で、彼無表情だし、すごいジェントルだし、これも理由なんか後で説明しますけども、すごい礼儀正しいので、彼の中にどんな絶望や怒りがあるのかっていうのは、あえて今回宮崎駿は書かないって言ってるんですね。その書かない理由は何かっていうと、映画を作ってる最中に司馬太郎と対談して、司馬太郎の言葉にすごい感銘を受けて、そうか、人間がなんかこう弱音吐くのは弱虫なんだ。俺が庵野のエヴァンゲリオン嫌いな理由が分かったよって。何かというと、僕はかわいそうだ、僕はかわいそうってあんなに泣き言言いやがったって。本当に不幸な人間は礼儀正しくなるんだ。本当に不幸な人間は礼儀正しくなるんだっていうのをですね、司馬太郎に言われてものすごい本当に感動したんですけども、宮崎駿は。それの影響なんですね。なので、アシタカの内面がセリフになって出てこない。いわゆるラピュタのドーラみたいに、この方が便利かもしれないね。みたいな独り言を一切言ってくれないんですね。なので、アシタカがどん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 怪物になっていくっていう描写は、表現としては怪物とされるんですけど、僕らとして見たら、なんかスーパーヒーロー的に見ていいことみたいに思っちゃうんですけど。違うんですね。なのでですね、まあ指先でですね、なんだろうな、刀をですね、相手の刀のぐにゃーっと曲げてしまって、最後、本当に親指と人差し指だけで刀をキュッと曲げるシーンとかも、明日か後に出てくるんですけど、完全に、その怒りによって力が暴走していってモンスター化していくという表現です。で、今落ち着いて自分の心をコントロールしている、村から出ていけというふうに言われても分かりましたって言って、なんかため息つくぐらいのアシタカなんですけども、興奮したらどん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 その力が暴走してですね、自分でも制御できなくなるっていうのが映画の後半で出てきます。で、おひいさまはそれに気がついてるんですね。で、怖いのは死んだたたり神じゃないんですよ。あそこで祭りますと言ったタタリ神が怖いんじゃなくて、これからタタリ神になってしまって、人間の子で亡くなってしまうアシタカが、お兄様一番怖いわけですね。だから、この子はいい子だけど、アシタカというこの子はいい子で、多分そのうちの村を継いでいい王様になってくれる、いい、なんだろう、王になってくれるだろうけど、もうすぐ彼は痛みと恨みと、いわゆる自分に降りかかってきた不条理に対する、なんだろう、怒りで怪物になってしまうと。その前に村を追い出そうと。その上で、我々の村にたたりを送ったヤマトですね。ヤマトの王、西のヤマトの王に追いやってしまおうというふうに考えます。たたりというのはですね、この時代の縄文人でありですね、大体の考え方というのは、たたり返さないとなくならないんですね。こういうのを意味返しっていうふうに言うんですけども、何か忌むことをされた場合は、それと同じように忌むことで返すというようなものが、平安時代になってくると式神返しとかですね、もうちょっと体系化されるんですけども、未開部族の間では何か呪いを受けたら必ず呪い返す。必ず呪い返すっていうことが、まあ、ルールでもあるんです。なので、おひいさま、すごいポーカーフェイスで、戦略兵器としてのですね、アシタカをですね、西の国のヤマトへ送りつけるという意味返しを発動させたわけですね。でも、アシタカもですね、村人も、これには気がついてないです。なので、
呪いがかからないようにっていうふうに自分で思って、この村にこれ以上呪いがかからないようにと思っちゃって、おひい様の言うことを信じちゃってますから、自分がその呪いそのものであるとは気がついてない。数週間か数ヶ月後に明日かもまた自分がたたり神になって、あんなふうな蛇のうねうねみたいなもんが体にいっぱい巻きついて西の国を襲うことになるだろうっていうことが分かってないわけですね。